今日は結婚できる人、結婚できない人というテーマでお送りをしておりますけれども、ね、まあ、こんなこと言うとあれですけど、一見春日さんモテなさそうなのに結婚されたじゃないですか、うん、で若林さんは一見モテそうなのに結婚されないじゃないですか、うん、これ K さんどうですか、若林さんがなぜ結婚できないかというのはどういうふうに思われますか、うん、いやでも、あの、僕若林くんと 7,8 年ぐらい前に、はい、まあ、舞台をやらせていただいて、うん、結構密な時間過ごしたんですけど、やっぱ心通った感は長かったです舞台やって本当にテレビ見ててたまにビー玉みたいな目してる時あるもんね心ここにあらずここにあらずみたいななんか もっともっとこうご縁がつながるかなと思ったら あんまですもんねそれご飯行ったりしなかった？何度かご飯行くんですけど、ほんと気持ちのいい男ですよ、うん、ただね、元気な時間が長いんですよねずーっと元気だから田中圭はもう30分でいいんですよね でも僕からしたら関係ないのでちょっと寝るとより辛くないですか？いやいや、それは俺らが決めることそんな目くぼみませんタイトもカメラ止まってないんですよ、ね、2人はちょっとでも寝かしてくれって言うんですけど、僕がテンション上がっちゃってたんで、うん、寝かさなかったんですよ、うん、テンション上がっちゃってたんで、うん、寝かさなかったんですよ、うん